先日日本が生んだ天才ピアニスト辻井伸行さんの素晴らしいピアノ演奏映像をお見せしました。今回は彼がピアニストというタイトルで初めて世界に名を馳せた演奏を準備してみました。2009年、彼は21歳でバン・クライバーン国際ピアノコンクールに参加します。最初は知的障害者ピアニストという言葉に、このコンクールを見るために訪れた数千人の外国人は不思議な反応を示し、歓呼の拍手よりは哀れみの拍手を送っていました。しかし彼の演奏が終わるや否や、みんなが立って拍手をし始めました。結局このコンクールで彼は中国のチャン・ハオチェンと共同優勝し、自身の名前を広く知らせ始めました。果たして彼がこの舞台でどんな演奏を見せてくれたのか、みんなで一緒に見てみましょう。Thank you.
かがでしたか？誰よりも幸せな彼の姿からものすごい感動が押し寄せてきます。音楽一つが世界中の人々を一つにしたという点で、彼がどれほど素晴らしい演奏をしたかを知ることができます。今の彼になるまで、目が見えない厳しい環境の中でどれだけ多くの練習をしてきたのか、その努力の重さに改めて大きな感動を受けながら、今日の内容はここで終わります。皆さん、ごきげんよう。